殺処分されたペット、これはとてもかわいそうです。その後皆さんどうなってるか知ってますか？殺処分されたペットはペットフードになってるんですよ。そうなんですよ、年間30万頭近くの犬とか猫が殺処分されてますけども、それはそのまま産業廃棄物として捨てなきゃいけないので、なんとかする加工食品にします。それから我々の食品に入ってる場合もあります。ポリペプチドとかポリアミノ酸等とかって書いてあるのは使われてる可能性があるんですね。で、これは結局でトモ食いなんですよ。犬を殺して犬の餌にするっていうことは、匂いが犬っていうのはすごく敏感なので、かなり添加物で匂いを消さなきゃいけないんですね。それによって人間の許されている量の65倍ぐらいの食品添加物がペットフードには使われています。なので犬の死因の第1位は、猫もそうですけども、がんです。 42% です。人間は人間よりもはるかに死亡率が、がんの死亡率が高い。で、犬で一番多いのは、抗がんのがんですね。猫は上顎動がんというのが一番多いんですけども、説明ができない。なんでペットだけががんになって野生の猫、野良猫だってならないのかと。これはですね、もうずっとつながる話なんです。それから屠殺されてる牛とか豚もそうなんですね。大腸っていうところは便が入ってるの汚いんですよ。これも実は食品添加物で匂いが出なくなるようにしてペットフードになってます。ペットフードになってます。ペットフードになってます。で、こういうことっていうのはもうペット産業の闇なんですね。これはね、殺処分だけじゃなくて、でこれもとても大事な話なんですが、まだ参政党としてはカンカンガクガク議論できてない状態ですので、党としての見解はお伝えできませんけど、私が知っていることは今事実をお話しました。私は反対だって最初に言いましたけど、意見は反対です。理由は今こういうこと皆さん知らないでしょ。知らないと最初に神谷が言った通りに判断ができないんです。判断ができない状態で投票したって意味がないんです。ですからこういうことをですね、参政党というのは勉強会で党員の方によく伝えています。そこが普通の政党と違うところで、何も勉強していない人がただ意見を言うと投票するんじゃなくて、参加していると皆さんの知識が増える、判断基準が増えると、そういう政党なんですね。これは既存の政党には全くない、どこにもないです。でこういうことをしながら皆さんに、いろんなことを知っていただいて、そして最終的な投票という判断ができるように我々がしたいと、そういう受け皿としての参政党だということで理解していただければと思います。よろしいでしょうか。